皆さんこんにちは、ゆうじくんとどうもちゃんです。ひらめ柱わっかです。お願いします。隠しの人です。今日の、ね、企画わっかの動画でやったテンションひらめ張り、ひらめ張り、とりあえずね、片面でしますわ。このラバーを3人の力を合わせてひらめ張りをしたいと思います。ちぎれない？大丈夫でしょ。まあ、前回2人でね、やったんですけども、やっぱ今回究極のアット加工をやりたいので、先ほどにも協力してもらって、あの時横方向にしか伸びなかったからね。そう、僕がね、フルパーでこう、にーって、あのどうなるか。前回やっぱワットの企画だったんで、僕もね、フルパワーではできなかったわけですよ。あれ何割ぐらいですか？あれ1ぐらい。1割ちぎれる。ごめん、100% ちぎれる。超テンションかかるんかな？すぐ1個こんぐらいになるんですよ。もう打ってる最初にパーンいくかもしれないです。ラバーがパーンって、あ、打ってる最中にね、もうちょっとだけ乾かしていきましょう。ちょっと予習しよう、一回段取り、段取り、俺がこう持って、で、ワッとここで押さえてもらって、うん、で、先を、うん、で、少しずつこう張っていけるように、はい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 、よし。え、これ、ね、張った後にすぐ打たないとダメですね。どうだろうね。まあ、ちょっと張ってみてだな。張ってみてどうなるかだね。いきますか。いくぞ。していくよ、だよ、うん、まず下だけくっつけるよ。これ OK ですか？はい、いやだ、うん、いや、うん、せーの、ちぎれない？ 100% ちぎれる。早く、ちょっと待って、残された命を、残された命で。早く押さえて、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 終わった。空気入りまくり。ちょっと打ってみてもらう。これとりあえず打ってみましょう。お、めっちゃ弾む。マジで。めちゃめちゃ弾む。めっちゃ弾む。え？あ、レベルが違う。なんかさ、こうすごいよね。すごい。あの、くそ弾む。ね。やばいよこれ。本当に本当に、おお、え、なんかすごくない？その当たった時のワーンって、やばいやばい、全然やばい。え、これ成功させたいな。ちょっと次一回これで打ってみて、うん、で次のラバーでもう一回試してみましょう、うん、本人の方がほとんど高くない？はい、おお、すごい、すごくない？音やばい、やばいね。一応こうなることを予想して、念のために1枚、もう1枚ね、もう使わないやつを用意してたんですよ。もう1回こうならないようにね、同じようにでも貼ってみることに僕ら3人で挑戦したいと思います。よし、もう1回貼っていきたいと思います。いきます。はい、はい、じゃあ、ね、加減をね、しっかり考えながら、はい、できる限りのところで、はい、いきます。はい、せーの、そうで着陸していって、いけ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 、うわぁ、お、来た、どうだ、来た、押さえないと、押さえないと、押さえないと、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、来た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 、切らないとハサミで、来た、来た、来た、にーってなってきちゃう、にーって、すげえ、すげえ、いいじゃない、打つか、打つか、とりあえず、やばいやばい、来た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 、になってるから、スポンジが薄いのよ。あ、これ、なんだこれ、いい、わ、え、重い、マジで食い込みめっちゃいいわ、これめっちゃいい、めっちゃいい。もう片面いく、やっちゃう、やっちゃう、やっちゃうか、やっちゃう、じゃあ剥がそう、じゃあ剥がそう、早く、ババババババッと、ババババッと、表面見せてないか、まだみんなに。そういえば、うめ、すんごいでしょ、これ。
いきます、はい、はい、せーの、ちぎれないで、ちぎれないで、いける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 、このままいけばいける、よし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 、すいませんすいません、 OK ですか、よし、きた、もともと同じ大きさがね、こうなりました、すげえ、端の部分がもう縮んできてる、やばい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 、やばいやばい、よし、じゃあこれで1セットずつやっていきましょう、お願いします、お願いします、お願いします、最強の後加工を施しましたので、これなら絶対に負けないだろうと、試合でそんなラバーで当たったらマジでもう絶望、絶望やばい、お願いします、じゃあ最初はグー、じゃんけんぽい、もうフレーバー入るでしょ、もうバインバインだね、さあ、おおおお、あれそんなのです、嘘でしょ、うわぁ、うわぁ、全然飛びなんだけど、
最近バックサーブ流行らない。あれしょうがない、バックサーブのお手本にしたいけど。しょうがないことねえ。さテンションを3人で行えばワッタに勝てるでした。いや、縦置きは負けてるそうなの視聴者の皆さん、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。 Twitter とインスタもやってますので、よかったらフォローしてください。では次回の動画もお楽しみに。またね。